今井武夫2月23日から1982年6月12日は日本の陸軍軍人。最終階級は少将。長野県上水内郡、朝日村の自作農、今井熊太郎の6子の内橋、4、男として生まれた。1915年、長野中学校を卒業。6年生になったばかりの尋常小学校初の卒業生で、早生まれのため、高等小学校卒業生の多かった長野中学、卒業生の中で、今井は2番目に若かった。1918年、陸軍士官学校を、1928年、陸軍大学校をそれぞれ卒業。陸大卒業以降、フィリピンに出征した約1年間を除き、日中戦争期間中、和平工作に従事した。1931年9月、参謀本部支那藩勤務となった大尉時代に満州事変が発生。橋本虎之助参謀本部第2部長、遠藤三郎作戦課員、西原一作陸軍省軍務局軍事課員と4人で、陸軍中央部から調査団として、奉天の関東軍司令部に派遣され、現地で石原幹事中佐の牽制を見せつけられた。1931年末から1年半、中国研究員を命ぜられ、単身中国に渡り、北平、天津、上海、広東駐在の陸軍を手伝い、その後、半年近く参謀本部付けのまま、奉天の特務機関員を務めた。この間、暇を見つけては、中国各地を旅行した。1933年9月、奉天にいた今井は、田代寛一郎憲兵隊司令官の訪問を受け、支那大陸を南北に渡って、お前ほど根気よく理解しようとしている者は少ないと言って褒められている。同年末に東京参謀本部に戻った。1935年12月に大使館付陸軍武官補佐官、通称北京武官となり、家族と中国に赴任。1937年7月7日、北平郊外での盧溝橋事件に遭遇。不拡大派だった今井は、中国側と現地交渉を行い7月11日一時的停戦に成功。しかし、同日、内地で近衛文麿内閣が出兵を決定し、中国での停戦は一時的なものとなり、事変は決着せず拡大した。同年末帰国し、参謀本部支那班長、ついで支那課長となる。陸軍大学校兵学教官も兼務した。今井は中国の要人と親しく、1936年に江少奇別邸で、北誠一、雨宮辰巳、蒋介石、江宗武、仙台仁と共に並んでいる写真もある。今井は、鬼殺政務委員会の宋哲元、畑徳純、張自忠などの中国側の要人と盧溝橋事件で、現地解決を務めた。日中が全面戦争状態になると、国民党の汪兆銘との和平工作を影佐貞昭中将らと共に担当。汪兆銘本人が期待したほど中国国内から和平支持勢力が得られなかった。今井は南京に成立した汪兆銘政権の和平作業の補完として1939年9月志願して南京の支那派遣軍参謀として重慶の抗日、蒋介石政権との直接交渉。霧工作などの和平工作にあたる。日中戦争打開のために、極秘で1939年から始まった和平工作である。汪兆銘工作は、汪の地盤と見られていた、東南諸郡の呼応がなく、結局日本占領地下での政権樹立という方針に転換した時に、汪らはこの政権が日本の傀儡となるのではないかという強い危惧を抱いたが、同時に日本にとって期待する全面和平への障害となるか、促進になるのか疑問でもあった。また汪兆銘工作は対日和平派であった江宗武と唐輝聖も条件の過酷であることを批判し離脱してしまった。結局、工作を推進していた今井は、汪政権の樹立に力を尽くすと同時に、蒋介石の重慶政権との和平こそが、最終的な日中和平につながるとみて、1939年12月末、蒋介石夫人、惣美齢の弟の惣胤義との接触を開始した。翌年の惣胤義との会談で、正式な和平会議の前提を論議する日中両国私的使節による予備会談を持つことに決定。今井はこれを艦院の宮参謀総長、畑俊六陸将に報告し、さらに昭和天皇へ上奏がなされた。参謀本部と陸軍省は、この工作を霧工作と命名し、総司令の定義通り予備会談を開催し、臼井茂樹大佐、今井武夫大佐、鈴木拓司中佐らを代表とした。会談は、香港で行われたが、満州国承認問題をめぐっても正式回答6月に再度会談がアモイで持たれた。日本は、汪兆銘、蒋介石政府の合作を日本が仲介すること、蒋介石、汪兆銘、板垣征四郎の会談を要求したが、宋は、蒋の出席は難しいと言い場所は、調査を指定した。7月末、重慶政府からもたらされた回答は、汪、蒋合作に関し、日本は口出しせぬことなどをはじめとして、近衛第一次声明の内容撤回などを回答してきた。また、日本側においても政変があり、米内光政内閣が更迭されて、第二次、近衛文麿内閣が成立、新陸将の東条英機は、霧工作に冷淡であった。9月に宋は、重慶政府内で懸案となっているのは、満州国承認と日本軍の駐兵問題で、懸案の2件は、日華和平実現の願なれば、日本側にて譲歩する以外、和平実現の見込みなしと断言し、9月27日、支那派遣軍は、霧工作を中止するに至った。その後も、汪、蒋政権の合作、非併合、非賠償、中国の独立をもとにした条件が行われたが、蒋介石は中国本土への日本軍の暴挙駐屯には断固反対し、一方、東条英機も日本軍の無条件撤退に断固反対した。1941年には、仏印進駐で日本に対して石油が禁輸になり、戦争回避のために日米交渉が持たれたが、11月には春ノートを提示され、日米開戦に至った。石井秋穂中佐によれば、蒙峡、華北への駐兵に固執したのは、対米交渉の破綻が目的ではなく、アメリカは、華北の共産化の危機を理解するであろうという期待のゆえであったという。中国の共産化と対米戦争とは、陸軍が最も避けたかった事態であり、中国の共産化を防ぐために駐兵に固執したことが、逆に、対米開戦を招くことになった。折からのひどくい三国同盟締結の影響などもあり、霧工作は失敗。第14軍令下でマニラ占領後の警備集団として編成された第65旅団令下の福山編成府兵第141連隊長として今井は赴任。太平洋戦争開始とともにフィリピンに出征。第141連隊は貧弱な装備ながらも、バターン半島で待ち構えていた、米非軍と戦い、かなりの損害を出したが、サマットさんの資産で、戦略用地のリマイ山を占領して、本間正治軍司令官からバターン攻略戦で、第65旅団唯一の将士を受ける。この間に、参謀、辻正信が発したと言われる1004名の米、非人捕虜の処刑命令に抗して、今井は捕虜を武装解除させた後、逃している。この後、今井は、マニラの防衛司令官として、数ヶ月、中ブルソン島の艦艇作戦に従事した。1942年11月から、新設された大東亜省参事官として、同郷長野の青木和夫初代大東亜省のもと、1年9ヶ月間、南京の汪兆銘国民政府の自主性を尊重、かつ日本軍間の政治干渉を控えさせるなどの対中国政策の推進を図るなどした。1944年8月、支那派遣軍に戻り、総参謀副長兼、中国大使館付駐在部官となる。終戦1ヶ月前に軍服を中国服に変えて、敵地の河南省に飛び、何柱国上省と最後の和平工作を行った。大本営も狂気したというが、時すでに遅く敗戦となり、岡村康次大将らと南京で日中戦争終焉の場に立ち会った。湖南将校における日本軍将校1945年8月、日本政府による連合軍のポツダム宣言受諾後、岡村康次支那派遣軍司令官の指示を受け、8月21日に終戦予備交渉のため、中国側が指定した湖南省の港の地に赴き、中国軍の何楊錦総司令たちと、支那派遣軍の停戦交渉を行った。9月9日南京で行われた支那派遣軍の受講式直後、今井は戦犯でないと何楊錦上将から明言された。今井は約1年半南京に残留し、総連絡班長として日本軍将兵の復員や中国側から戦犯指定を受けたものの援護活動に従事し、日中戦争の後始末を行った。中国との終戦処理は、蒋介石の徳をもって恨みに報いる方針に支えられ、それまで今井が中国との交渉過程で培った人間関係もあって、かなり順調に推移した。200万人とも言われる将兵の大陸からの引き上げは、ソ連に侵攻された満州と異なり、比較的スムーズに行われた。勲二等随褒章受章。妻公子との間に三男二女を設けた。大変子煩悩だったが、長男は小学校入学前の6歳の時に病死し、次男も麻布高等学校2年の時に、くも膜下出血により死去した。1953年度及び1954年度には、次女と三男が通学した東京都中野区立、遠山小学校の PTA 会長を務めた。在任中、中野区内の公立小学校ではいち早く、水泳プールを開設するよう運動し、実現させた。1954年3月のプール開設式は、1500メートル自由形世界記録保持者だった古橋弘之進を招待して、盛大に行った。戦後友人たちに勧められて、戦時の活動を回顧し、その記録を上梓した。また、東京の自宅の仏壇に、フィリピン戦線で死去した部下たちの名簿を収め、合わせて日中戦争で死去した関係者たちの慰霊のため、よく読経して過ごした。次女公子の病死のショックもあって、1982年6月12日に84歳で死去。墓は多摩霊園にある。2009年9月4日に何楊錦の長女麗玉と今井の三男貞夫と長女敏子が今井の記事、長野市で初めて対面した。両遺族は涙ぐんで喜び合い、平和を希求した党たちの思い出を語り合った。2012年4月16日、長野市松代町と豊坂にある明徳寺に長野市の市民団体が中心となり、長野中学校同窓の栗林忠道と今井の顕彰碑が建立された。貞夫は、父、今井武雄は、硫黄島で、戦死なされた栗林大将ほど世に知られてはいない。しかし、今回の顕彰碑建立は、父同様に日中和平に献身したが、世に知られること少なく、殉じた人たちの鎮魂にもつながるものと思うと述べ、市民団体に感謝した。今井は5000点以上の資料を自宅に残した。その資料表題は、近代日本資料研究会から2007年8月刊行の近現代資料、関係文書目録10今井武雄関係文書目録に記載されている。この資料を編纂、整理した三男、今井貞夫は、資料の保管方々、今井の伝記、幻の日中和平工作軍人、今井武雄の生涯を2007年11月に上梓した。本の序文は、伊藤隆東大名誉教授、監修、解説は、高橋久志上智大学教授、軍事史学会会長が行っている。また、今井が自己の主著、支那事変の回想を、生前、過失、訂正して残したメモや、証言テープをもとに、同著は増補され、今井貞夫と高橋久志が共同監修の上、2009年3月に、みすゞ書房から、日中和平工作回想と、証言1937から1947と解題刊行された。2013年7月に今井貞夫が提供した父、武雄の残した写真資料約400点を主に使用して、弘中一成が日中和平工作の記録、今井武夫と王長明、介石を刊行した。ありがとうございます。